はい、こんにちは。愛情いっぱい、笑顔いっぱい、キャリアコンサルタントの蔵の前ひろゆきです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日はですね、コミュニケーションにおいてですね、ブラックエンジンとホワイトエンジンというものをご紹介させていただこうと思うんですけども、人間がですね、こう何か行動を起こす、そこに対しての動機づけなんですけども、ここでね、ブラックエンジンとホワイトエンジンに分かれるんですね。これはですね、恋人や夫婦間もしくは、職場での人間関係、取引先との人間関係、あらゆるシチュエーションでめちゃめちゃお役に立つお話になりますので、ぜひとも最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。まずですね、人間がですね、こう何か行動を起こす、そこに対しての動機づけなんですけども、ここでね、ブラックエンジンとホワイトエンジンに分かれるんですね。例えばですけど、まあ、僕の大好きな中村文明先生とかが言うには、まず寝はならないで動くか愛情で動くか、これで大きく変わるっていうんですけども、もうそのまんまの通りでして、これをまあ心理学的に言うとですね、ホワイトエンジンとブラックエンジンなんですけども、まあ、このブラックエンジンというのはですね、まあ、例えば不安とかですね、自信のなさとか寝はならないで、これが原因で動いてしまう。例えばこれをやらないと怒られるとか、失敗したらどうしようとか、これを失敗したらみんなの前で恥をかいてしまうとか、だからやらないといけない、やらねばならないになってしまうんですよね。そういって練習を積み重ねていったりすると、やっぱり途中で楽しくなくなってきたりとか、自分自身好きでやってたものもだんだんこう義務的であったりとか、脅迫観念にからえてやってしまうっていう状況に陥ると。ただこのブラックエンジンといっても、ね、この動機づけもですね、時にはこう爆発的な力を生むんですよね。例えば、まあ、人気ロック歌手とかでもですね、ものすごい好きな女の子に振られたがゆえに、その女を見返してやるぞ、いつかスターになるぞって言って、そういったちょっと負のエネルギーがゆえにすっごい爆発的な力になって、そのままずっとこう、まあ、駆け上がっていく、そういったエネルギーも持ってるんですよね。ただエネルギーを持ってるがゆえに、そこまで、ある程度のこう地位というかね、立場になるとこまで行ったとしても、さらに成功を持続してる人っていうのは、ここからホワイトエンジンに変わってる人、これはもう、ほぼほぼみんながそうではないかと。ブラックエンジンのままを持ち続けていると、もしくはそれしか持ってない人は社会的淘汰されていくというか、長続きしない。それはどういうことかというと、このもう一つホワイトエンジンっていうのはですね、感謝とか貢献とか人に喜んでもらおうというような愛情、それが、動機づけになってるんですよね。その愛情いっぱいがゆえにこう動いていく、それが動機の要因となっているので、人にこう見返りも求めませんし、何かして人が喜んでる姿を見て自分も嬉しいとか喜ぶっていうのがホワイトエンジン、その動機づけになるんですよね。ですので自然に人から信頼もされる、ってことは仕事の依頼も来る。やっぱり好循環が生み出されるってことですよね。これね、カウンセリングとかさせていただいてて、夫婦とかでも長くなってきてね、よく、もう最近本当夫婦の仲がうまいこといかなくてとかって、言ってる夫婦とかでも、やっぱりどちらかというと、このブラックエンジンっていうかね、例えば、いや僕ね、もう嫁の手伝いしてるんですよ。うち共働きやしって。だから嫁ばっかりこう家のことね、やらしてもあかんので、そこまではいいんですよ。でせやから僕もね、一応やってるんですけどね、まあけどもどっちにしても、もう洗濯物畳んでへんやんかとか、私も疲れてんのにとか、口うるさいからもうねとか言って、こうねばならないってなってるんですよね、でそこでやっぱりね、思い出してほしいのは、恋に出会って恋に落ちた頃っていうのはホワイトエンジンで動いてたと思うんですよ。例えばこの笑顔が見たい、もしくはこの人に美味しい料理作って喜んでもらいたいって、で相手の喜ぶ姿とか笑顔を想像したりして、何か見返り期待なく自分自身は動いてた、その行動を起こす、動機っていうのも、相手の喜ばしたい、相手の喜ぶ顔が見たいっていうのが動機になってたと思うんですね。これが恋に落ちて、出会って恋に落ちた時って、そんな時あったと思うんですけど、だんだん長年ね、こう連れそうに連れて、だんだんねばならないって、もうあいつ口うるさいからなって、先やっとこうとかね、
もしくはこう女の人にちょっと多いパターンですけど、男性を追い詰めるような質問をしていくとかね、もうそれ質問というか尋問になってるよって、いうようなこう問い詰め方をしてしまうって、ほなこう男性の方もだんだんもうこれもうそのもうイライラして、もうそういったもう嫁の声聞くの嫌やから仕方がなくやってしまう、ねばならないでやってしまうって、そうなるとやっぱお互い不幸ですよね。でこれもまた一方通行でもダメだってことですよね。やっぱお互いが同じやるにしても、ああ疲れて寝てるしなって、そうやったら今のうちこうやってやっといたら嫁も楽やろうなとかね、旦那さんが疲れて帰ってきたって、お風呂沸かしとこうっていうのも自然にね、相手のことを思いやってとか、そういった自然に相手を思いやった行動でやって、でやってもらった方も必ずたった一言でいいんですよ、ありがとうって、そうやってニコッと笑ってね、相手の目を見て感謝を伝える、そうやってホワイトエンジンっていうかね、こう自分自身が動く動機はどっちでやってるのかっていうのをね、こうふとした時に見つめ直したりとかすると、また何が原因で今人とうまいこと言ってないのかとか、そういったのも分かるかもしれないですよね。本日はですね、ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ、チャンネル登録といいねの方で応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。